本日は福岡で本格的な広東料理が味わえるというセッションに行ってまいりました。福岡の中心地天神の百貨店や福岡市役所などと隣接する地域にあります。普段使いはもちろんのこと、個室も完備されているので接待などにも利用できるお店です。こちらのお店はよだれ鶏が福岡で一番おいしいという噂を聞きましたので今回やってまいりました。お酒類も充実していて年代物の紹興酒も揃っています。メニューは写真付きで料理を選びやすいのも嬉しいですね。どれも美味しそうなものばかりで何を注文するか迷ってしまいます。実は福岡は中華料理のレベルが非常に高く美味しいお店も多いんですよ。ではなぜ福岡に美味しい中華屋さんが多いのか少し紐解いていきたいと思います。突然ですが中華街といえばどちらを思い浮かべますか？なんと日本初の中華街はここ福岡にあったのです。こちらが平安から鎌倉時代の頃の博多の様子です。現在の中洲から天神の地域はまだ海だったようで、以前このチャンネルでご紹介した櫛田神社の周辺は港になっていたようです。博多津東坊という当時の中国の方々がお住まいになっていた地域がこの辺りで、大陸の文化がダイレクトに入っていた玄関口が福岡だったんですね。ちなみに福岡市は広東省の広州市と友好都市になっています。あの博多一行社さんも広州市に出店されているんです。大きな商業施設に入っていて人気も高いそうですよ。こちらが噂のよだれ鶏です。見るからに美味しそうですね。大きめにカットされた鶏にタレがよく絡んでいます。広東風の味付けになっていて四川のものよりマイルドなんですが、旨味と辛味がうまく融合されています。したエビチリのソースはプリプリのエビの食感によく合いますね。噛んだ瞬間のプリプリと口中に広がる旨味がたまりません。中華料理にしてはあっさりマイルドな旨味のあるチャーハンはお米と具材のバランスが絶妙で、どの具材も生き生きとしています。他にも地元福岡の野菜を使った炒め物や春巻きなども注文しましたが、どの料理もハイレベルで飽きのこない味わいでした。デザートの杏仁豆腐もシンプルですが濃厚な味わいで美味しかったです。このチャンネルでは1000回行っても飽きない福岡を目指し、さまざまな飲食店や観光スポットをご紹介しています。全国の方々に知ってほしいといった隠れた名所を募集中です。ぜひコメント欄にお寄せください。本編でもお伝えしましたが、福岡市と広東省の広州市は
友好関係にあります。実はこのコロナ禍においても昨年末に福岡市の魅力を伝えるイベントが中国で行われたそうですよ。たくさんの方々が来場され、実際に福岡に行ってみたい、コロナ禍明けには行ってみたいといった声がたくさん聞かれたそうです。ぜひご覧になっている皆さんもコロナが明けたら福岡にたくさん来ていただけると嬉しいですね。